よろしくお願いします。今世の中ではですね、私どもも言ってますけれども、議員定数削減というのが大きな議論になってます。で、私どもとしては議員定数削減ももちろん必要だと思ってますけれども、同時にあるいはそれ以上にですね、一票の格差があるということが、非常にその日本の政治を気づかないところでねじ曲げていると思ってますので、定数削減と合わせて、一票の格差をなくすと。格差をなくすっていうのは全国集計の比例方式にすれば、これ一票の格差は論理的にはなくなるので、そういう選挙制度を作ろうということを言っておりますけれども、その定数削減についてどういうお考えをお持ちでいらっしゃいますか。定数削減は私はそうですね、ヨーロッパと比べた場合にはですね、イギリスだって人口5000万か6000万で600何十人いるわけですよね。ですからそういう意味では日本は決して議員が多くないと思うので、別にそんなに定数削減に関してですね、私は強い必要性は感じていなくて、むしろ重要なのはその一票の格差をなくすと、一対一にするということの方がはるかに重要だと思うんですよね。この一票の格差はやっぱり一対一ということで、私は衆議院も参議院も含めて一対一にするべきだというふうに考えていて、これが例えば要は TPP の問題なんかもですね、世論調査を見れば 60% か 65% ぐらいの人が賛成しているのに、国会議員の間で反対論の方が多数派なのは、やはりそういう TPP によって影響を受ける地域の人がより多く代表されているという現状があると思うのでですね、そこはやっぱり、というかそういう形で表れていると思うんですけど、とにかく憲法の、平等原則もありますし、それが多数決原則からしても、要はその国会議員の人たちが有権者に代わってその投票してるんだと、国会で。とするんだとするとですね、少数決の可能性があるわけですよね。少数派が多数国会で多数派になれる可能性があるので、それはやっぱりおかしいと思うので、やはり原理原則の問題としてこれはぜひ、源あたりのですね、という言い方も嫌なんですけど、三派源さんには、ぜひ公約としてでも掲げていただければなと。それはもうすでに一人一票というのは掲げてますし、今日合意をした日本維新との間でも一人一票というのは公約に、共通合意に入ってますので、特に今おっしゃったことで私はその通りだなと思うのは、日本のようにですね、強い参議院がある中で、参議院は1対5まで以上であれなければ合憲だっていうのは、もう少し最高裁にも考え方変えてもらった方がいいんじゃないかと思いますね。それはまさにそうで、最高裁はずっと参議院の独自性があるから認められるんだと、いやちょっと待ってくださいと参議院は非常にパワフルなんですと、それだったらなおさらそれはね、そういう委員はね、民主主義の原則を徹底した形で反映していただかないとですね、これはやはり問題だろうというふうに思うんですね。浅尾先生の神奈川県なんかはですね、今度やっと一人増えますけど、それでもね、非常に多いもんですからね。ですよね。で、TPP の行方を今度の今年の参議院選挙の31ある1人区が握るっていうのも大きな課題ですね。そうですね。それおっしゃる通りですね。ですから、そこをぜひアピールしていただければと思っています。ぜひ見ておられる方も、最高裁の意見を変えるためには、最高裁判所の裁判官の適正審査でも意見、丸×をつけてもらった。そうですね。ぜひね、それはよろしくお願いします。どうもありがとうございました。